リジェとは、主に1976年から1996年まで、会一に参戦したコンストラクター。現在は、イタリアのピアジオ参加で、マイクロカーの製造も行う。JS にフランス人で、国際代表ラガーマンであり、レーシングドライバーだったに、リジェをオーナー兼チーム監督として、創設されたチーム自動車メーカー。 1971年から1975年にかけて JS2 を制作。1973年、1974年、1975年とルマン24時間レースに出場した。1976年から会一に参戦。ジャック・ラフィットをエースドライバーに据え参戦初年度から速さを見せた。 ギリジェは1981年から1995年までフランス大統領を務めたフランソワ・アミッテランとも信仰が深くオールフランスチームを標榜することでフランセーズ・デジューやジタン、マトラなどの国営企業からのスポンサーを獲得しルノーエンジンを得ることに成功する。また後にフランスグランプリの開催サーキットを ポールリカールからリジェノファクトリーのあるマニクールに1991年より変更させるなど政治力も強く発揮した。しかし潤沢な資金力と政治力を持ちながらマシン開発で失敗を続け、1986年までは表彰台をたびたび獲得し上位を走行したが、1987年以降は海に沈み苦戦が多かった。年代、 編集1976年 JS5 デビューマシンとなった JS5 は巨大なインダクションポッドを備えたマシンで T ポットと揶揄された。その後、安全面で問題とされ、レギュレーションによって車高に制限がかけられ、インダクションポッドは縮小された。1977年フェラーリ 312T2 と JS7JS5 のシ,ャシーを踏襲し空力を刷新した。 ニューマシン JS7 を開幕戦から投入。JS7 はウィングやノーズ形状がフェラーリ 312T2 に似ていたためブルーフェラーリと揶揄されたが第8戦スウェーデン GP でラフィットのドライブにより会一初優勝を果たした。1978年 JS9 シーズン前半は昨年型の JS7 及び改良型である JS7-9 を使用し、 第7戦スペイン GP より、新型の JS9 を投入。この年は優勝はなかったものの、スペイン GP では3位、第11戦ドイツ GP でも3位に入賞し、コンストラクターズランキング6位でシーズンを終えた。1979年 JS11 参戦以来、ラフィットの1台体制だったチームに、パトリック・デパイユが加入し、2台エントリーとなる。またエンジンを、 マトラ V12 から DFV に変更し、ウィングカーのニューマシン JS11 は非常に高い戦闘力を発揮した。開幕に連勝を飾るなどこの年3勝を挙げ、コンストラクターズランキングは3位を獲得。デパイユが怪我で離脱したシーズン後半はジャッキー X がドライブした。1980年代、編集1980年 JS11、15、成功作であった。 JS11 の改良型である JS11、15を投入。これが功を奏して前年の好調を保ち、新たに加入した t ィディエピローにトラフィットがそれぞれ一勝ずつを上げた。最終的にコンストラクターズランキングは前年の3位から2位に上昇した。1981年 JS17 タルボとの提携開始に伴い、 エンジンを DFV からマトラ V12 エンジンに戻す。新車 JS17 でラフィットが2勝を上げてランキング4位。しかし、この年を最後にチームの成績は低下していく。1982年 JS19 シーズン当初は前年のマシンである JS17 及び改良型の JS17 バイトを使用し、第6戦モナコ GP より JS19 を投入する。 しかし機体の新マシンは信頼性が低くリタイアを繰り返し、ついに一勝もできずにコンストラクターズランキング8位に終わった。会一参戦開始から在籍していたラフィットは、この年をもってチームを去った。1983年マトラの撤退により再び DFV エンジンを使用。フラットボトム規定に伴い各チームがデザインに試行錯誤している中、 JS21 というサイドポンツーンがほとんどないマシンを投入。これは冷却系パーツをリアタイヤ周辺に集中配置し荷重を増やすことでトラクションを得ようという意図があった。当時の同様のコンセプトのマシンとしてドライバーズチャンピオンを獲得したブラバムの BT52 が挙げられる。またサスペンションにはシトロ遠征、ハイドロニューマチックシステムを搭載するなど、 非常に意欲的なマシンであったが、成果は全く上がらずに、回一参戦以来発となる年間ノーポイントに終わった。1984年 JS23 ルノー V6 ターボエンジンの獲得に成功する。しかし、JS23 はエンジントラブル続きでリタイアが非常に多く、同年のルノーワークスチーム同様にかんばしい成績を獲得することはできなかった。 この年加入したアンドレアデ・チェザリスは南アフリカ GP で5位、3割の GP で6位に入り、ポイントを獲得するなど検討を見せた。1985年シーズン当初、スポンサーを獲得することができず苦しい開幕となった。新車 JS25 はミシュランの撤退に伴い、ピレリーへタイヤを変更している。前年から所属し、 時に速さを見せるが壊し屋の異名を持つでチェザリスのクラッシュが多く、第10戦オーストリア GP での大クラッシュが原因で、次戦のオランダ GP を最後に解雇以降、フィリップ・ストレーフが代わりに出場することになる。このように波乱の年ではあったが、第8から9戦はラフィットが連続3位、最終戦ではラフィットが2位、ストレーフが3位とダブル表彰台を獲得した。 1986年前年序盤にフェラーリを解雇されたルネアルヌート契約。ラフィットと共に会一優勝経験のあるフランス人ドライバーを揃えた。新車 JS27 の出来も悪くなく、開幕戦で表彰台へ上がるなど前半戦は好調だったが、第9戦イギリス GP でラフィットがレース中にクラッシュ、足を骨折し、 会一からの引退を余儀なくされた後の後半戦は失速したがコンストラクターズランキング5位を獲得。ラフィット離脱後の第10戦からはフィリップ・アリオが出場した。1987年 JS29 アルヌーのチームメイトにはピエル・カルロ・ギンザーニが加入。新車 JS29 は当初アルファ・ロメオが新開発した直列4気筒ターボエンジンを搭載する。 予定であったが、開幕前のテストにて、トラブルが続いたエンジンに不満が募ったアルヌーが、エンジンに対する暴言を吐いてしまう。その発言を理由に、アルファロメオが突如契約を破棄してしまい、開幕直前に搭載するエンジンを失った、リジェは、第一戦を欠場する事態に陥る。結局、BMW ベースのメガトロン直列4、気筒ターボエンジンを搭載した。 JS29 バイトにて第2戦より参戦した。同じ直列4気筒ターボではあるがメーカーが違うため、シャジーの改造も必須となり、結局この混乱のためにまともな成績を残すことができなかった。上位勢にリタイアが多かった第3戦ベルギー GP でアルヌーが6位に入り、過労じてノーポイントは逃れた。1988年マクラーレンから、 ステファン・ヨハンソンが遺跡加入し、アルヌート・元フェラーリコンビを組む。ミッシェル・テツラによるデザインの JS31 は、ウィリアムズ・マーチと同じジャットエンジンを搭載。V8 エンジンの前後を挟むように、燃料タンクを2分割配置するという意欲作であった。これは、重量配分を適正化し、ハンドリングの安定と低重心による、 空気抵抗の減少を狙うという触れ込みであったが、排気量がターボ車よりも大きく、燃費の悪いジャットエンジンのために、大きな燃料タンクを効率よく収めるためのアイデアでもあった。しかし、この特殊なレイアウトの写真は、合成不足であり、コーナリング性能は著しく低いものであった。また当時の F1 では斬新であった、パワーステアリングを搭載したが、当時の装置は大きく重く、 これもシャシーバランスの悪さの一因となったことから、ヨハンソン社では早々にパワーステアリングは取り外された。ドライバー二人ともたびたび予選落ちを喫するなど終始、苦戦を強いられ、1983年以来の入賞ゼロ、年間ノーポイントという散々な成績に終わる。この成績に起こったギリジェは JS31 をクソ車と罵り、 デザイン責任者の鉄を解雇するに至った。1989年アルヌーは残留し、新人、オリビエ・グルイアールが加入。新車 JS33 は前年とは、打って変わってコンサバティブな設計で、エンジンは、コスワース DFR に変更し、アメのカナダ GP では、アルヌーが5位、フランス GP では、グルイアールが6位に入り、2年ぶりにポイントを獲得。しかし、 二名合わせて予選落ち11回を数えるなど成績は振るわなかった。また、モナコ GP ではアルヌーが周回遅れにもかかわらず上位陣をブロックしラインを譲らず、他チームから走る試験という悪評を買った。四年間チームを支えたアルヌーはこの年限りで現役を引退した。1990年代。 編集1990年 JS33 バイトドライバーはフィリップ・アリオーとニコラ・ラリーに。マシンは前年の JS33 を改良した JS33 バイト JS33C を投入。前年と比較して完走率は高くなったが決して早いマシンではなかった。ノーポイントが続いたためシーズン後半戦からは予備予選の対象チームになった。ラリーには 入賞目前の7位完走を重ねたが一歩及ばず、チームは2年ぶりの年間ノーポイントに終わった。1991年 JS35 ラルースから契約を奪う形でランボルギーニ v 1 2エンジンを獲得し、ドライバーはウィリアムズからティエリブーツェンが移籍。もう一人は F3000 でチャンピオンを獲得したフランス人エリック・コマスト契約。また、 翌1992年からはカスタマー仕様ながらルノーエンジンを搭載する契約を結んだことも早々に発表されるなどギリジェのチーム最高への意欲が盛んであったギリジェと仲たがいを起こしチームを去っていたデザイナージェラール・ドゥカルージュの復帰にも成功しかし開幕戦に投入された JS35 は大柄なマシンで速さもなくクジラと揶揄された後に フランク・ダーニーによってスリム化された改良版 JS35 バイトを投入したが前年のハンガリー GP で優勝もしている名手ブーツェンでも最高位は7位にとどまり結局2年連続となるノーポイントに終わるなど非力なコスワース DFRV8 エンジンを搭載したラルースにも劣る結果となったなおベネトンを辞めるつもりだった ネルソン・ピケが加入に向けてギリジェと交渉をしていたが、結局破断となってしまいピケはそのまま引退してしまう。また、アラン・プロストがチームの買収を目指し、ギリジェとの交渉をしていたが、こちらも結局破断。プロストのドライバー兼任オーナーも幻となる。1992年待望のルノー V10 エンジンを獲得して飛躍を期した年だったが、 ドゥカルージュがデザインした JS37 には期待したような速さはなかった。2年目のコマスはカナダ GP で6位、フランス GP で5位、ドイツ GP で6位に入賞。ブーツェンとのチーム内での立場は逆転した。ベルギー GP からは RS3C エンジンがリジェにも供給され、ブーツェンの予選順位も好転するが、結果的に最終戦をオーストラリア GP での5位が、 ブーツェンのこの年唯一の入賞であった。同じルノーユーザーであるウィリアムズがチャンピオンを獲得したのとは、対照的にリジェは目立った成績を残せず、ついにギリジェの F1A のモチベーションは低下。シーズン終了後、マクラーレンのロンデニスがルノー V10 エンジン獲得のためにチーム買収を試み、ギリジェとの交渉をしていたが、この件は破断し、かつて AGS の代表を務めた。 経験のあるシリル・ドルーブルにチームは売却された。1993年オーナー交代の影響が現れ、ドライバーの国籍にこだわらず、会一で実績を持つマーティン・ブランドルとマーク・ブランデルの二人のイギリス人ドライバーと契約。多数の国営企業に支えられる純フランスチームでありながら、フランス人ドライバーを一人も起用しなかったのは、この年が唯一であり。 リジェチームに対しフランス内部からの批判は耐えなかった。しかし、ドゥカルージュがデザインした JS39 はカスタマー仕様ながらウィリアムズと同スペックの RS5 エンジンを供給されたこともあり、開幕戦で3位表彰台を獲得するコースタート。実力ある両ドライバーの働きもあって4位のフェラーリにあと少しと迫るシーズン5位の高成績を挙げたが、サーキット外では シーズン中にオーナーのドルーブルが横領容疑で逮捕されてしまった。シーズン終盤の日本 GP とオーストラリア GP の2戦ではブランドルのマシンのみ時短タバコのパッケージデザインをモチーフにしたアートカラーにカラーリングを変更して出走した。1994年前年にドルーブルが逮捕された影響でチームスタッフから離脱者が出て新車の開発ができず、 前年のマシンをわずかにマイナーチェンジした JS39 バイトが使用された。前年リザーブドライバーだったエリック・ベルナールが正ドライバーに昇格し、位1に復帰、新人のオリビエ・パニスとフランス人コンビを組んだ。前半戦から完走率は高いがポイントには届かないレースが続き、モナコ GP 前にチームはベネトンの責任者であるフラビオブリアトーレに売却され、 チームの指揮は、チェーザレ・フィオリオに任されたほか、フランク・ダーニーも復帰するなど、チーム内部は激変した。ブリア・トーレが、リジェを買ったのは、リジェの有するルノー V10 エンジンを、ベネトンのものにしたいという目的であり、翌1995年に、ベネトン・ルノーが実現された。スタート直後に、約半数がリタイアした、ドイツ GP では、混乱をすり抜けたパニスが2位。 ベルナールが3位とダブル表彰台を獲得する活躍。ヘレスでのヨーロッパ GP 直前には、資金難のロータスからジョニー・ハーバートの契約をブリア・トーレが買い取り、ハーバートがリジェに加入。この一戦のみでブリア・トーレはハーバートをベネトンへと移籍させたため、新人のフランク・ラ・ゴルスがリジェから、会一デビューするなど、ブリア・トーレがオーナーとなった。 リジェはベネトンのセカンドチーム的存在となった。翌年からのルノー V10 エンジンの使用権がベネトンに渡ったため、リジェはこの年限りでルノーエンジンを失うことが確定。このようなチーム内のドタバタがありながら、マシンの信頼性は抜群で、パニスは16戦14完走と安定感を見せ、高評価を得たとともに、前期のドイツ GP での活躍もありランキングは6位になった。 1995年 JS41、前年限りで、ベネトンを離脱したトム・ウォーキン賞が、リジェの株式の50%を購入しブリアトーレと、共にリジェの共同オーナーに就任。ニューマシン JS41 は、ベネトン W195、e、に細部まで形状が、告示していた。当時レギュレーションでは他チームによる、同一マシンの使用は禁止されていたが、両チームは、 デザイナー遺跡による偶然の一致だと主張した。エンジンはミナルディとの争奪戦の末に無限ホンダエンジンを獲得。ドライバーはパニスが残留し、チームメイトは無限の推する、鈴木アグリがフル参戦のはずだったが、ウォーキン賞は子概のブランドルとの併用を宣言。ブランドルが11戦、アグリは6戦という変則的な参戦となった。この年はブランドルが ベルギー GP で無限エンジン初の表彰台を獲得。パニスも最終戦オーストラリア GP で2位に入るなど、しばしば速さを見せランキングは5位。アグリは、ドイツ GP で自身久々の入賞となる6位となるが、日本 GP では、予選でクラッシュし、ドクターストップとなったため決勝は出走できず、結果的にこの日本 GP の予選がアグリにとって、最後の F1 参戦となった。 1996年 JS43 ウォーキン賞はチームの完全買収を狙い前年途中でマネージャーのフィオリオを解雇したほかフランス人スタッフを大量に解雇しイギリス人スタッフを大量に採用したこれが創始者のギリジェやフランスのスポンサーのみならずフランス政府の激凛に触れたウォーキン賞はリジェ買収を諦めて株式を ブリアトーレに返却しアローズ買収に舵を切る。その際にダーニーや主要スタッフ自身が持ち込んだスポンサーも連れて去っていった。時短に代わりメインスポンサーになったゴロワーズやエルフなどのフランス企業がスポンサー額を大幅に縮小したためチームは資金難に陥った。エースとして残留したパニスのチームメートには1000万ドルのスポンサーを持つペドロ・ディニスを起業し、 そのスポンサーマネーに頼らなくてはならない財政状態となった。よって新車の開発は進まず JS43 は実質前年の改修型であった。それでもモナコ GP では雨の中パニスが改装し優勝を果たす。リジェにとって1981年カナダ GP 以来15年ぶりとなる勝利であったが結果的にこれがリジェにとって最後の勝利となった。 スポンサー持ち込めの面ばかりが話題となっていたディニスも検討を見せ、ドイツ GP では予選でパニスを破ったほか、二度の入賞を果たし評価を上げた。消滅へ、編集1996年限りでのディニスの離脱は決まっていたが、パニスは残留し、無限ホンダとのエンジン供給契約も更新。無限のスイスル、中野真嗣の加入も発表され、 ブリジストンタイヤの使用も濃厚と報道されるなど、1997年に向けてリジェは注目されていた。しかし1996年末にブリアトーレはアラン・プロストにチームの全株式を売却し、翌年よりプロストグランプリと解消されることになった。これにより、第1からリジェの名は消滅した。2004年末に F3 マシン開発、 2005年からのカスタマー供給を発表していたものの、その後マシンが公の場に出ることはなかった。しかし後にアマチュア向けカテゴリーのグループ c n 用スポーツプロトタイプカーを開発、供給した。また、FIA 世界耐久選手権やるン24時間レース等で戦っているオークレーシングのコンストラクター部門であるオンローク、オートモーティブと提携を結び、 ルマンプロトタイプ用、レースカー、リジェ JSP2 が2014年のルマン24時間レースでデビューし、久しぶりにリジェの名前が戻ってきた。2017年には、後継マシン、リジェ JSP217 が製作された。創設当初から1996年まで、ほぼ一貫して、 フランス人ドライバーを採用し続けており、フランス人コンビで開幕を迎えた年は参戦した21年中で、実に10回に及ぶ。開幕当初から外国人コンビとなった例は共に、イギリス人ドライバーのマーティン・ブランドル、マーク・ブランデルを起用した1993年のみであり、この年だけはシーズン中一戦もフランス人を起用しなかった。 リジェの F1 カーの形式番号につけられる JS は、ギリジェの親友で1968年、フランスグランプリで自己死した、フランス人、第一イイドライバー、ジョーシュレッサーの頭文字に由来する。この時にシュレッサーが所属していたチームは、ホンダであり、リジェ最後の年で最後の優勝を記録した1996年、翌年、JS の名前を最後に冠した、JS43、 どちらも搭載エンジンは、ホンダであり、奇妙な巡り合わせともなっている。また、ジョー・シュレッサー、ジャンルイ・シュレッサーとホンダの奇妙な巡り合わせ他にもある。1988年の F1 世界選手権、ホンダエンジンを搭載した、マクラーレン MP4。4は16戦15勝の成績で、セナはドライバーズチャンピオン、マクラーレンはコンストラクターズチャンピオンを獲得したが、 唯一落としたのは、イタリア GP。セナはアクシデントでリタイアしたが、その相手は、ウィリアムズ FW12 を借るジャンルイシュレッサーだった。車体になっているドライバーは、スポット参戦など。ありがとうございます。